人のやんない踏み方で何年もかけて積み重ね、誰もが思った無理な賭け、どいつも言ってた過ぎた真似、ラップしてんのは趣味なだけ、そいで稼いでる好きな金、結局信念抜きじゃダメだから、俺運命でこれ産んで、久々に帰ってきたこの東京、特に昔と変わってない状況、ほとんどのラップが踏めてない、アチとのギャップも埋めてない、メジャーフォースにしちゃだら暴れる系、そん時のことなら語れるぜ、コンセプト、ライム、ボキャブラリー、てるフローで粗末なし、あとそん時どっかでヒデとキハに俺の踏み方見せといた、すげえ気に入ってたぜ二人とも、意味ある韻踏んだ歌にこそ魂があるの、そこで証明し、俺のビジョンにも共鳴し、その後ヒデもオークランド来て、うちの近所ドープなの見て、まず二人でケジ結成決定、自分の言葉でやんの徹底、絶対 DJ 今やんのはこいつだけと合わされた、オアいつでも三人でつるんで移動、あとよく一緒にいたのいいの、そこらで誰もが俺らの噂、みんな気づいた韻のうまさ、人のやんない踏み方で何年もかけて積み重ね、誰もが思った無理な賭け、どいつも言ってた過ぎた真似、ラップしてんのは趣味なだけ、そいで稼いでる好きな金、結局信念抜きじゃダメだから、俺運命でこれ産んで、 Yo、 どこもその頃は払ってない金、特に一昔前の P バインはね、そんで今度オアが音信不通、やるように説得へ少しずつ、なんとか出した空からの力で、結局 CD 発売日来たら渋谷の店じゃ全部チャート1位、地元にいるやつらちゃんと支持、ケンボがやったオアの代わり、全国俺らだけで回り、そんでシングルや影も売れ、やっとまともな金をくれ、ほらやっぱ出た方向性の違い、よくあることどこでも見たい、誰のせいかなんて別に勇気ねえけど、なんかいつも変な空気で、ケンセとあとブルックリンヤシとやってた EP ダブルインパクト、初めて聞いた UBG 話、俺だけが何も知らなかったらしい、ビッコった一人アトミックボーム、クソ考え抜いた後に動く、 CD 出すためにソロで K-Dub カッティングとサインしたアルバム K や、人のやんない踏み方で何年もかけて積み重ね、誰もが思った無理な賭け、どいつも言ってた過ぎた真似、ラップしてんのは趣味なだけ、そいで稼いでる好きな金、結局信念抜きじゃダメだから、俺運命でこれ産んで、現在時刻出して王者復活、アンダーグラウンドなショー数々、久し呼んで会社にしたボーン、伝説が始まった渋谷のドン、出したマジ興味ねえに地下から、もうオアもやるらしい今なら、ストリートクラシック東京砂漠、結構売れたぜ相当な数、そんでその頃はもう少年 A で、同時のシングルも当然売れ、あと命粗末にすんのがいるので、作った生きる Save the Children、 2002年ギドラが揺らした、また空から最終兵器降らした、メディアおもろいぐらい過剰に反応、まあ一度ならいいかも、なんの探した日本のショービジネス、おかげでインテリも興味示す、ツアーで爆弾落としたレッド、常に合法的に大金ゲット、あと桜サントラチェンジザゲーム、怖いもんなしの戦士だぜ、生き残るため今勝負挑む、歴史動かす無敵のアトミックボーン、人のやんない踏み方で何年もかけて積み重ね、誰もが思った無理な賭け、どいつも言ってた過ぎた真似、ラップしてんのは趣味なだけ、そいで稼いでる好きな金、結局信念抜きじゃダメだから、俺運命でこれ産んで。